はい、フローチャート女性漢方薬の僕担当部分のコラム解説2回目コラム。実は当帰芍薬散は新しいという話をします。当帰芍薬散は婦人科の三大処方の1個です。当帰芍薬散、上小葉酸、桂枝茯苓丸、ね、23番、24番、25番です。当帰芍薬散はフローチャート漢方薬シリーズでは生理、妊娠、出産で悪化するどんな訴えにもとなっています。そんな出産関係の訴えに対する万能薬なんです。この当帰芍薬散は日本漢方和漢のバイブルといわれる小漢論に載っています。五漢の頃、今から約1800年前に記されたと言われています。ところが現代中医学では頻用されていません。つまり現代中医学の基本的教科書である包材学に収載されている400種類の漢方薬の中に、なんと当帰芍薬散は存在しません。中国では中医師と西洋医は別のコースで5年間勉強します。その基本的な中医師の教科書に当帰芍薬散は存在しないのです。友人の中医師に尋ねると、使わないことはないが頻用はしないとの返事でした。一方で我が国でも実は江戸時代中期まであまり使われていませんでした。小田陽道1799年から1870年の類従法講義でも当帰芍薬散は未処方、使っていない処方に分類されています。余談ですが、爆問道等ね、29番も類従法講義では未処方です。この当帰芍薬散を世に広めたのは吉増藤堂、1702年から73年の長男である吉増南外、1750年から1813年と浅田宗博が仏後薬室法完結の中で言っています、ね、つまり吉増南外が初めて当帰芍薬散を広げ上げて普及させたんです。これほどまでに現代日本では珍重されている漢方薬が中医学ではほぼほぼ有名ではなく、また日本でも長く長く小漢論の時代にあったのが江戸時代まで日の目を見なかったっていうのは、僕はとても面白いと思っています。次、上小葉酸と異性変気。上小葉酸タイプの人は最新時に具合を尋ねてもまずポジティブな返事はありません。終始病気を探しています。そんな彼女、まれに彼らたちがおかげさまでと言えば当方の勝利です。上小葉酸24番は確かに効いていると思います。その効果を強めるために僕は絶対に異性変気が必要と思っています。異性変気の異は移る、ね、勢力の勢、変化の変、気力の気です。僕なりの異性変気の解釈は本人の心に立ち入ると思っています。異性変気という言葉は約2200年前の前漢時代に編纂された皇帝大経に見ることができます。そして松田邦夫先生も東医学会総会で異性変気について語っていらっしゃいます。松田邦夫先生の師匠である大塚啓介先生が江戸時代の最高の名医と称していた和田東閣、1743年に生まれて1803年に亡くなっています、も異性変気に精通していました。和田東閣の門人が師匠の診療を記述した正倉雑話には多数異性変気が登場します。西洋医学で治らない訴えは確かに漢方の出番ですが、漢方以外のサポートが大切で、むしろそれが必須なのかもしれません。すると適切な異性変気を患者さんに行えば、漢方薬は上小葉酸である必要もなく、またもしかしたら漢方薬は不要なのかもしれません。僕は漢方は日常診療の道具、潤滑油という立ち位置です。そんなことを思いながら、訴えの多いご婦人には上小葉酸をファーストチョイスとして、そして気長に1年2年使用しています。次、コラム。異性変気の原点は皇帝大経。
モダン漢方では処方選択に古典の読破も漢方的診察も不要としていますが、古典を趣味で読むことは楽しく勉強になります。病は気持ちの問題で治るということを異性変気として取り上げることがありますが、その異性変気の原点は黄帝内経です。黄帝内経祖門の第13巻異性変気論編というのがあります。その冒頭は以下のように記載されています。黄帝当帝曰く、古の病を治する、ただその情を移し気を変し、ゆして治癒べし、今背病を治する、毒薬その内を治し、針その外を治し、あるいは家、あるいは家ざるは何ぞやとなっています。僕的な訳はこうです。昔の治療法は情を移し気を変化させ巫女の利を上げていた。ところが今の世では毒薬を用いて内から治療し、針を用いて外から治療している。そして治ることもあれば治らないこともある。つまり異性変気を使っていないと、なんと黄帝内経が言ってるんですね。まあ黄帝内経は昔は異性変気で治療していたのに、その当時は毒薬や針などで治療していることを嘆いているという文章です。まあ古典も結構面白そうでしょ。ぜひ読んでください。さて次、草書雑話の中で、僕が好きな文章を読みます。草書雑話飛躍より未婚の娘の妊娠というタイトルです。和田東閣は松田邦夫先生も松田先生の師匠であった大塚啓介先生も江戸時代最高の臨床医と評しています。そんな和田東閣の日常診療を弟子が書き記したものが草書雑話です。その現代語訳を飛躍モダン漢方拾い読み草書雑話と称して新興医学出版社で出版しました。本書の未婚の女子が会に行く時の下りです。参考にしてください。未婚の娘が妊娠してブラブラと患っているのを治療しかかって妊娠していることが次第にはっきりしてきた時、そのままにして治療を続けては問題が起こる。けれども本人に直接言うのもうまくない。その親に事情を告げねばならない。そのような時の心得というものがある。粗略な扱いをしてはいけない。どのような親でも我が子にそのような不埒なことがあったと分かれば必ず驚きうろたえる。冷静に受け取ることができないものである。我が子に直接正し、娘が自殺をするような最悪の結果になることもある。一つの命をおろそかにしてしまうことは再生の道に背くというもので、気づかなかった方がマシである。医者というものは再生の心を第一とし、冷静に対処させことが起こらないように仕向けるのが本来の役割である。冷静に対処する一例を挙げるなら、まず親に娘の妊娠の兆候があるのを知らせ、次のように言う。親の心得違いから命を粗末にすることも起きえます。このことを肝に銘じてください。娘さんに秘密にしていた恋人がいて妊娠してしまったのなら、世間に対してそのままでは済まないことです。娘さんとしても秘密のうちにそうなったのでは褒められたことではなく、世間的にも恥ずかしいことですが、世間に例のないことではありません。こうなった以上は上手に対処するのが親の慈悲というものです。もしも直接娘さんにいきさつを質問すれば、予想外の事態も起こりかねません。こういうことは二人の中に入って相引きのお世話をする人がいることなので、
まず心当たりの年配の下女などから事情をよく聞き出して、相手の人物に問題がないのなら、養子に迎えたり、先方に嫁に出したりするのがよろしいでしょう。結婚の時期から考えて、やや早めに出産する点など、世間の風評が気になりはしますが、しばらくすれば何でもなくなります。もし相手が思わしくないのであれば、早いうちに事情を告げて、縁を絶って、どこか遠いところで出産させるといいでしょう。決して処置を早まって、堕胎などさせてはいけません。孫を殺すことになるだけではなく、時期が悪ければ娘さんまで死なせることになります。このことをよく理解されて、これから家に帰った後、うろたえた処置をしてはいけません。まずは何も知らないふりをして、熟慮の上に方策を決めればよいのです。などと説明し、全体の段取りを了解させればよい。そうしないで堕胎などさせては、せっかく人のことを思っていながら、かえって命を傷つけるきっかけを作ったことになり、意の道に背く結果となると和田東閣は言っていたそうです。こんなことが総称雑話に書いてあります。フローチャート女性漢方薬、僕のコラムの解説2回目でした。